大魔の騎士の出現を受け、人々が希望と期待に湧く中で、ゼルダは一人焦燥と不安を感じていた。どれほど修行や研究に励もうと、彼女の憂いは晴れなかった。ある日もまた神獣のクリテたちと共に遺物の調査に赴いたゼルダは、さしたる収穫もなくハイラル城への帰路に着くが、どうしたらこのまま私が力に目覚めなければ。その歌、おやすみ。あなたは敵襲だ。Yeah!
Ha ha ha!
リンクはますます強くなった。それに比べて私は。とでも思ってるのかい？このところ魔物が増えているのは厄災が近いからなのでしょう。もうあまり時がない。なのに力が目覚める兆しすら。お姫様、リンクを見て焦ってんのなら、それは見当違いじゃないかい？リンクはあの剣を手に入れる前と何も変わっちゃいないよ。自分がやれそうなことには何でも挑戦する。考えてるのはきっとそれだけだ。それはあんたも同じはずだよ。そうやってずっと頑張ってきたじゃないか。でも私は。デクの貴様も言ってただろう。焦らなくていいってさ。大丈夫、あんたは何も間違っちゃいない。自分を信じるんだ。ありがとう、ウルボザ。四神獣の繰り手と厄災討伐の要たる大魔の騎士、ハイラル王は五人を集めて英傑の叙任式を執り行う。人々の歓声が上がる中、式はつつがなく終わり、英傑たちは束の間の休息を楽しんでいた。これで厄災を封じるための布陣が整いましたね。姫様と共に戦う大魔の騎士と四人の英傑さえいれば必ずや。もう邪魔をしてはダメでしょ。姫様はあなたと違って忙しいのですから。あなたも姫様を思うならもう少し日頃の行動をですね。二人とも喧嘩をしないで。もう姫様がお優しいからといって、まったくあなたというガーディアンは。ねえダルケルさん、この前の話だけど。うん、鍛えてほしいって話だな。俺はいつでもいいぜ。ありがとう。私ね、もっと強くなって
も来るな。僕を巻き込むな。喧嘩ならよそでやってくれ。こら、お待ちなさい。おい、よせ。やれやれ。次の戦いは任せな。素晴らしい活躍だったよ。もっと上を目指すさ。また強くなったか。もっと頑張らないと。